腕は疲れてないか？ずっとカメラを構えてただろう。二人ともご苦労だったな。シュブルーズもな。いい演技だったぞ。ああ、この小説は何度も読んでいて、主人公の心境はもう十分理解してるからな。それでどうだ、昨日の私の頼みを覚えてるか？お、楽しすぎて忘れるとこだったし。事件の手口が物語と似てるって言ってたよな。具体的にはどこが似てるんだ？物語の主人公は成長して二人とも獣士になり、毎回銃を使って復讐する。また遺体の上にレインボーローズを一輪置いて、我々は戻ってきたというサインを残すのだが。その通りだ。鋭いな。小説と同じで現場にはレインボーローズが置いてある。え？それは確かに気がかりだな。特に今日の台本を読んでからだと、オイラでさえ何か裏があるんじゃないかって思えてくるぞ。旅人はどう思う？お前は頭がいいし、ここはお前の判断に任せるぞ。ありがとう。フォンテーヌ特巡隊を代表してお前の正義に感謝しよう。そうと決まればグズグズしてはいられない。今すぐ調査に出よう。ついてきてくれ。え、今からか？一日中撮影してくたびれてるんだけど。価値のある情報は日が暮れてから姿を見せることが多い。海の孤島のようにな。気力を奮い起こさねば深い霧の中ですれ違ってしまうぞ。私の好きな本にそう書いてあった。で、今からどこへ調査に行くんだ？まず部品を変える工房に行こう。犯人が銃を自作していたら、そうした場所に立ち寄った可能性は高い。レシュッツのクロックワーク工房へようこそ。何をお求めかな？最近特殊な部品を買いに来た人がいるかどうか知りたい。特殊な部品というと？ゼンマイ仕掛けのおもちゃではなく重機に使うタイプだ。それは何のことやら。うちではそういったものは売っていないので。難癖をつけに来たわけではなく、単に事件の調査だ。協力してほしい。正直どの部品が銃に使えるのか私にも分からなくて。個人で部品を購入する者はいるか？おもちゃを買う人は結構いるが、部品を購入するのは会社名義で仕入れに来る常連ばかりだな。そうか、分かった。協力に感謝する。どういたしまして。当然のことをしたまでさ。シュブルーズじゃないか。銃をメンテナンスする油をまた切らしたのか？エスタブレさん、最近ここで銃器の部品を注文した者がいないか聞きたいんだが。ああ、事件の調査かい？今のところはいないね。
最近フォンティナリア英才の影響で重機道具の製作依頼が何度か入ったけど全部断ったし。え、なんでだよ。金にならないからさ。私の機械は全て本物を作るために用意してるんだ。イベントのためにわざわざ新しい金型を作る気力なんてないね。ではお前のところに部品をもらいに来たものは。いいや、スクラップはいつもサンドル川の奴らに売っちまうから、単体で誰かにあげることはないよ。そうか、協力感謝する。いいっていいって、重視隊がうちの工房をひいきにしてくれればね。これといった情報はなかったな。今のところはな。次はサンドル川へ行こう。え、いいのか。特巡隊の隊長があんなとこに行ったら歓迎されないだろう。うん、そうか。お前たちは知らないのだな。お、何をだよ。私はサンドル川で育ったのだ。木の板にバラバラになった樽、それに酒瓶。よく見てみろパイモン。え、一度片付けられてはいるが、これは明らかに銃弾による証拠だ。つまり何者かがここで銃を練習したということ。酒瓶と樽は的代わりにしたのだろう。ってことは例の凶悪犯か。おそらくな。サンドル川一帯で銃を持つ者は少なくないが、ここまで自分の残した弾痕を気にする奴はいない。わざわざ手間をかけて片付けるとなるとなおさらだ。行こう、調査を続けるぞ。久しぶりだな、テトロ。用件だけ聞こうか。最近銃に関する話をしていた者がいなかったか聞きたい。情報はただじゃないぜ。ここ最近野外に強盗がはびこっていて、ポア村長の物資に影響が出てると聞く。もっと人員を増やすよう私が手配し支援するというのはどうだ。相変わらず話のわかるやつだ。一月前、ある仲間が夜に酒を飲みすぎて銃をなくした。3日後、酒場の隅でそれが見つかってる。それの何が変なんだよ。自分で忘れてっただけだろ。ここはサンドル川だぜ。酒場に持ち主不明の金になるもんが落ちてたら、それがネズミであっても翌日には消えてるさ。結局その銃は無傷で発砲の形跡もなく戻ってきた。一体何が目的だったんだろうな。おそらくその銃が前科持ちだったからだろう。弾痕がマレショーセファントムに調べられるのを恐れてか。ありえるな。もし本当にそうだったら、犯人は随分と慎重なやつだ。誰かが犯罪を起こしたとは言っていない。サンドル川じゃ誰が殺されたのかを知ることは、今日自分が何を着ているのか知るのと同じくらい簡単なことだぜ。東の方に住んでるあいつだろう。俺はもともと好きじゃなかった。いつも酒を一杯だけ注文して何か悪巧みをしてるような目つきをしてたからな。
なくしたのは誰だったの？やめておけ。それを聞いたところで特巡隊隊長や知らない相手に自分が銃を持ってることを認めるようなやつじゃない。そうだな。あんたここで育ったんだってな、シュブルーズ。スピナディローサラがあんたを歓迎したとしても、ここを去って随分と経つあんたのことを知らないやつは多い。それに特巡隊を好まない連中もな。ああ分かってる。だからあんたの安全のために忠告しておくが、ここにはあまり堂々と顔を出さない方がいい。そこに関しては好きにさせてもらうさ。仕事の関係でこれからも何度か足を運ぶことになるだろうからな。そうか、忠告はしたからな。今いいか？一つ聞きたいことがある。何も知らないわ。そう構えるな。誰かを捕まえに来たわけじゃない。みんな最初はそう言うわ。信じていい。これがその証だ。嘘だろ。特巡隊の隊長が一般人に賄賂を送ったぞ。普通の警察隊じゃないよね。何が知りたいの？最近サンブル川で銃に関連する事件はなかったか？どんなことでも構わない。銃？私が知ってるのは、2週間前から夜中にいつも大きな音がして目が覚めてしまうってことだけかしら。銃声か？多分ね。ま、ここではどんな音も大差ないわ。誰かの家の庇が落ちたか、どこかのパイプが突然爆発したか、とにかく毎回大きい音だった。でも私が耳にしたのは全部眠りに落ちてから聞こえてきたものよ。具体的な位置は？よく覚えてないわ。覚えていないのか、それとも思い出す必要があるのか、どっちだと思う？悪いが、これでもう一度思い出してほしい。またモラを出した。南の水路の外れよ。眠りが浅かった時に見に行ったことがあるけど、怖くて近くまで行く気にはならなかったわ。私が知ってるのはここまで。わかった、信じよう。パートドゥフリュイ、ありがたくいただくわ。何も驚くことはない。私はここで育ったと言ったろ。こういう手段は熟知している。秘密を守るのは得意なようだな。さあ調査を続けるとしよう。これで情報は全部のようだな。ここの手がかりは上よりも多かったな。うん、これらの手がかりが容疑者を指し示しているのなら、おおよそ次のような推論が得られる。一月前、ある者が一丁の銃を拾って、それを家に持ち帰り、おそらく分解によって銃の構造を理解した後で元の場所に戻した。数週間後、そいつ自ら銃をこしらえ、それを持ってサンドル川で射撃の練習を行った。そして数日前、犯人はターゲットを定め凶行に及んだ。その後小説のように一輪のレインボーローズを置いたのだろう。シュブルーズの推理は辻褄が合ってるとは思うけど、やっぱりまだ犯人が誰なのかわからないな。死亡者はサンドル川で生活しており、いつも一人で行動し、生活状況は困窮していたそうだ。ああ、そこも明らかにできていない部分だ。もし本当に小説のように裏の事情があるならば、これは血の復讐ということになる。
だが調査した結果、死亡者に明確な敵は存在しない。彼自身も悪事を働いた数が少ないわけではないが、銃で撃たれた後ローズを残すような相手などいないだろう。犯人は一体誰に向けて何のメッセージを伝えようとしているのか。それなら最初に捜査を行ってる。彼の証言によれば、事件の当日は一日中歌劇場にいたそうだ。チケットの確認係も彼の証言を裏付けてる。つまりアリバイがあるってことだよな。それだけじゃない。彼は動機に乏しいのだ。彼には穏やかな家庭があり、両親も健在。さらに調査を進めたところ、彼は6歳の時に正式な手続きを経て養子にもらわれていた。それ以前は孤児院にいた記録が残ってる。小説に出てくる主人公の母親が殺害されたのも、二人が10歳になってからのこと。小説が事実を改変している可能性もあるが、私はその考えにはとらわれたくない。もっと重要なのは、私は彼と話したことがあるが、銃で人殺しができるような人間には見えなかった。じゃあこれからどうするんだ。手がかりが途切れちゃったけど。一日で犯人が捕まるとは思っていない。調査にはまだ時間が必要だ。こうしよう。これから数日間は普通に AA を撮影し、終わったら各所を調査する。手がかりは必ず現れるはずだ。でもさ、こういう情報のことは気づかずにすれ違うことがよくあるって言ってなかったか？パイモン、本の中でまだお前に教えていなかった言葉がある。なんだ？だが、霧の中を長く航行していると、いつかは必ず孤島にぶつかる日が訪れる。